物体は物として認知し得る対象物である。すなわち実物または実体として宇宙空間において存在するものが物体である。物理学及び哲学の主要な研究対象の一つである。物体と物質は次のように区別される。物理学において物体とは一体にまとまった質量の集合である。例えば野球のボールは物体とみなせるが、 このボールも多数の粒子から構成されている。次元としては、主に一次元の時間軸を伴う三次元の物体を扱うことが多い。哲学、特に形而上学の分野の存在について考察する存在論において、物体とは特定の時間内に、空間の特定の軌道に存在する対象である。それに対して、どんな特定の時間や場所にも存在しない。 数学的対象のような抽象的対象がある。一般的概念では物体は物理世界においてエクステンションを持つが、これに挑戦する量子力学及び宇宙論などの理論もある。物体は古典力学、量子力学の理論によって記述され物理機器による実験を行うことができるような対象である。この理論や実験の作業はある時間の範囲で 空間中における物体の位置の軌道を決定することや物体に力を及ぼすことによってその軌道を操作することも含む物理学における物体を物理的対象とも言う古典力学において物体はエネルギーだけでなく質量を持ち三次元の空間を占有し空間内の位置の軌道を持ちある期間に存在し続けるものであるそれは実験における 研究の対象であり、物理法則、または、物理理論によって記述される対象である。それは、全体として一つのまとまったものとみなされるが、より小さい物体の集合によって構成されているであろう。例えば、重りやボール、陽光及び惑星などは物体である。例えば、重力は物体を加速する。もし支えがなければ、物体は引力により自由落下し、 位置の変化が生じる。ただし、力は、物体の位置の変化ではなく、物体の位置の変化率すなわち、速度の変化に影響を与える。しかし、量子力学お及び、宇宙論においては、いくつかの素粒子は、物体ではなく、時空の中の物理的空間を占有しない、単なる点であるか、もしくは、原理論、または、エム理論における、素粒子のように少なくとも、 空間の一次元を占めるものであるいう議論がある。物体は、時間の特定の期間にわたって、特定の空間の軌道に持続して存在し、世界の物理空間を占有するものである。例えば、物理学によって研究されているように、物体の例として、雲、人体、重り、ビリヤードの玉、テーブル、または洋子がある。これは、精神世界や、 数学的対象に存在する、精神的対象のような抽象的対象とは、対象的である。他にも、物体ではない例として、感情、正義の概念、嫌悪の感覚、または、数の3がある。ジョージ・バークリーの関連論のようないくつかの哲学では、物体は、精神的対象であるが、依然視野の空間を占有するものである。心理学のいくつかの分野では、 物体は物理的性質を持った物理的対象であり、精神的対象と対比される。ただし、物体の解釈は学派に依存する。行動主義心理学においては、物体及びその物性は研究の意味がある対象の、ことである。近年の行動心理療法においては、物体とは、目的思考行動療法のための意味というだけのもので、ある。一方、 身体心理療法においては、それは研究の意味があるだけのものを指すのではないが、物体に生じる感覚が、物体自身の目的であるとする。認知心理学においては、機能主義学派と同様に、物体は、おそらく物体ではないであろう心を理解するための、研究対象である。すなわち、物体に対する、生物学的な考察を行う。ありがとうございます。